私兵へは、大正、昭和期の日本のマルクス経済学者。専攻は、財政学、日本学士委員会委員。元東京大学教授、法政大学総長。兵庫県三原郡高田村出身。旧生府元中学校、第五高等学校を経て、東京帝国大学法科大学経済学科を、主席で卒業。東京帝大卒業後は、大蔵省に、 初期官として入賞。1919年に東京帝大経済学部が新設され、助教授に着任、財政学を担当した。1920年、森と事件に連座して失職し、大原社会問題研究所職宅となり、マルクス主義を本格的に学ぶ。翌年ヨーロッパへ、私費留学して、ハイデルベルク大学に入学。 1923年東京帝大に復職。1938年、老農派教授グループ事件で検挙、起訴され、大学は休職となる。1944年の第二審において、無罪となったが、終戦まで東大への復職は叶なわなかった。GHQ の占領時には、当時、大倉大臣だった渋沢慶三が、日銀顧問に迎え、 東京裁判でも証言台に立った。1945年10月17日、ラジオで政府の戦時債務打ち切りのため万有を震え、と渋沢蔵省に呼びかけた。1949年に東大経済学部を退官した後は、1950年より1959年まで法政大学総長、高坂逸郎と共に社会主義協会、 社会党左派の理論的指導者の一人として活躍した。1955年5月から6月にかけて日本学術会議のソ連中国学術視察団に加わった。文科のみのべりょの東京都知事立候補を強く支持し、みのべ都政を助けるなど実践面でも社会主義を貫いた。また、鳩山一郎や吉田茂からの大倉大臣への 就任要請を断ってきた。社会保障制度審議会初代会長を務め、国民皆保険や国民皆年金の創設などを投資した。経営者生産方式で日本の経済復興を促進させた、有沢博美は門下である。ソ連、中国学術視察団を経て、大内は社会主義について、 私も社会主義を勉強すること実に40年であるが何分進歩が遅く社会主義がユートピアであるか科学であるかは今まではっきりわからなかった。しかしここへ来ていろいろの見学をしてみてそれが科学であることはしかとわかったと述べた。また経済学の分野に関してはロシアの経済学は20世紀の後半において 進歩的な特色のある学問として世界の経済学会で相当高い地位を要求するようになるだろう。こういう歴史の変革のうちに経済学者としていよいよ交際を加えるのはレーニンとスターリンでありましょうとソ連の計画経済を高く評価しレーニン、スターリンの両名を経済学者として激賞した。しかしソ連の社会主義経済は その後30年余りで崩壊することとなる。ハンガリー動乱について社会主義用語の視点からハンガリアは政治的訓練が相当低い。そのためハンガリアの民衆の判断自体は自分の小さい立場というものにとらわれてハンガリアの政治的地位を理解していなかったと考えていい。ハンガリアはあまり着実に進歩している国でない。 あるいはデモクラシーが発達している国ではない。元来は百姓国ですからね。と、ソ連の圧政に対して放棄したハンガリーの国民を批判的に論じた。東大安田行動事件について論じた論文、東大は滅ぼしてはならないで、大学という特殊部落という表現の記述があり、部落解放同盟の追求を受けたことがある。また次難大内力も同じく、 マルクス経済学者で、元東京大学経済学部教授、副総長だった。東京大学経済学部には現在でも、彼の名前を冠した、大内表栄賞が存在し、極めて優れた卒業論文を提出した学生が表彰されている。他に、吉田茂に壊れ政府統計委員会委員長として、戦後の統計の再建に尽力した業績を記念し、大内賞というものもあり、 東京会の最高栄誉とされている。法政大学には大内の名前を冠した大内山庭園があり、学生の憩いの場となっている。また、2019年に完成した新校舎は大内山校舎と命名された。岩波書店発行、世界1969年3月号の関東論文、東大を滅ぼしてはならないの中で、大内はこのように書簡を述べた。 このような運動といえども、その社会的結果が彼らの鼓動する社会革命に対してゼロとなるはずはなく、特殊な形で大学という特殊部落の構造を変えるに相違なく、そのような改革の功用は学生の大学生活の規制への参加という形となるのであろう。この特殊部落という表現に対し、部落解放同盟の浅田善之助らは、 世界編集部と大内に激しく抗議し、謝罪文など多くの措置を約束させた。この結果、岩波書店は、世界3月号を書店から回収する措置に踏み切り、翌4月号では、編集部と大内の謝罪文を掲載した。さらに、岩波書店は1969年5月に、広辞苑第2班の部落の項を大幅に改定させられることになった。部落、 比較的少数の家を構成要素とする遅延団体の民家の一群、村の一部。特殊部落の略、部落、身分的社会的に強い差別待遇を受けてきた人々が集団的に住む地域、江戸時代に形成され、明治初年法制上は身分を解放されたが、社会生活上の差別は完全に撤廃されていない。未解放部落。 大内の事件から1年ほどの間に岩波書店では部落解放同盟から数回抗議を受け、1970年7月には編集部長名で前者に差別用語を仕事し一切使わない。歴史的記述は伏せ字にするという通達を出した。労組や職場ではこの通達に反対の空気も強かったという。ありがとうございます。